女装とロンド・カプリチオーソ、イタン作品28は、カミーユ・サン・サーンスが作曲したバイオリンと還元楽のための競争的作品。ピアノ版、奏版でも演奏される。名バイオリニストのパブロデ・サラサーテのために書かれ、スペイン出身のサラサーテにちなみスペイン風の要素が取り入れられている。初演当時から広く支持され、現在でもサン・サーンスの最も人気のある作品の一つである。 当初、バイオリン競争曲第1番のフィナーレとして構想され、1863年に作曲された。初演もバイオリン競争曲第1番と同時に、1864年4月4日に、サラサーテの独奏、サンサアンスの式で行われた。デュラン社からの出版は1875年に行われ、サラサーテに検定されている。ピアノ伴奏版は、 ジョルジュビゼイによって編曲され、1870年に出版されている。また、クロード・ドビュッシーが二大ピアノのための編曲を行っており、1889年に出版されている。独奏バイオリン、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルンに、トランペットに、ティンパに、言語 V 単調に、四拍子、アンダンテマリンコニコの穏やかな助奏の後に、 6,8拍子、アレグロ、ノントロッポの情熱的な部局調のロンド主部が続く。主部の構成は ABADCADBA コーダ。コーダの直前にはバイオリンの重音の連続による短いカ電ンが挿入される。コーダはピューアレグロ、イチョウチョウに転じて音階による奏句を繰り広げた後、タイトル通りあっけなく集結する。演奏時間は約9分。 ありがとうございます。